藤原京、藤原京は、飛鳥カの西北部、奈良県橿原市と、飛鳥村にかかる地域にあった飛鳥時代の都の城。日本市場で、最初の情報性を敷いた本格的な東風、都の城でもある。平城京に、遷とされるまでの日本の首都とされた。日本初期には、荒ましの京と表されている。藤原京の名は、宮が同じく、日本初期で、 藤原宮と呼ばれていることから、アスカ慶と同様に近世になって名付けた学術用語である。本校では、この藤原宮についても述べる。694年、自童8年から710年、和道3年までの16年間、都の情勢を敷いた初めてのと。日本初期には、自童天皇4年、690年に着工し、4年後にアスカ清美原の宮。 和教から宮を移した、とある、一節に12月6日、694年12月30日、昼前に先行したとされる。それまで、天皇ごと、あるいは一代の天皇に数度の戦宮が、行われていた慣例から三代の天皇に続けて、使用された宮となったことは、大きな特徴として挙げられる。この時代は、刑罰規定の律。 行政規定の例という日本における古代国家の基本法をアスカ・キ原のアスカ・キ原例、さらに大法律令で初めて敷いた重要な時期と重なっている。政治機構の拡充とともに壮麗な都の城の建設は国の内外に律令国家の成立を占するために必要だったと考えられ、この宮を中心に末帳房を備えた最初の旧都建設となった。 実際の建設は、その後の研究により、すでに七十六年、天武天皇五年には開始され、旧都が完成したのは、戦宮から十年も経った七百四年、慶運元年とも言われ、着工から二十八年が経過したことになる。以来、宮には、児童、文武、元明の三代にわたって居住したが、完成から四年後の七百八年、和道元年に、 元明天皇より千との直が下り、七百十年、和道三年に、平城京に遷都された。その翌年の七百十一年、和道四年に、宮が焼けたとされている、不創略期、藤原宮消防説参照。藤原京は当初、山と山山、北に、耳なし山、西に、うねべ山、東に、天下ぐ山の内側にあると想像され、 東西一点一キロメートル、南北三点二キロメートル程度とみられていた。しかし、一九百九十年代の東西の京極王子の発見により、規模は五点三キロメートル、十里四方、少なくとも二十五キロメートルはあり、平安系、二十三キロメートルや平城系、二十四キロメートル、をしのぎ、古代最大の都となることが分かり、発見当時は、大藤原系と呼んでいた。 この広大な教域は、南側が旧来のアスカにかかっており、和教の整備に伴って北西部に新たに造営された地域を加え、地頭天皇期に、情報性の整備に伴う峡国の確立とともに、和教から独立した空間として認識されたと見られている。特色として、以降に建設される北に宮殿や成長を排した北朝形式の太財府。 平城京や平安京とは異なり、京のほぼ中心に、大理、ン画のある藤原宮を廃している、やや北寄りであったとする説もあ、これは、当時部即典、側転、武庫が、週、武州690年から705年を復活させるなどしており、この官度の復古調に習った古い種来の影響を受けて建設された可能性が考えられる。都の区画にあたっては、 中国の長安をモデルとして、情報制を採用し、東西 5.3km、25、南北 4.8km、18畳の範囲内に、5番目状に街路を配したとされる。藤原宮から北、南方向にメインストリートである、須崎王子があり、これを境に、東側が左京、西側が右京が置かれた。須作王子は、 あとの平城系や平安系のような幅70メートル以上の広いものではな、幅24メートル強、速攻中心間と非常に狭いものであった。想定される、旧都域には、和田廃寺、田中廃寺、豊浦寺、向原寺の移行などが確認され、旧都は、このような既存施設との兼ね合いでアス川の南側の、須ザ王子やラジョが整備されなかったとする説もある。 東西を通る京国を除いて、十王九本ずつの王子が計画され、南北、東西二十坊の城坊政治割が設定されている。左右京都も四坊ごとに一人の亡霊を、置き合わせて十二人の亡霊を置いた子が、大砲古用と大砲官員寮に見える。宮の北方西が存在したことが明らかになっている。山と三山にかかる部分は、城望が省略されたと考えられるが、 宇京の市場付近にあった古墳群は神、武陵、水勢陵を除いてこの時に作兵されてしまったと見られている。また広大な旧都の南東が高く北西が低い地形のまま造営されており、お物を含む排水が南東部から宮の周辺へ流れていたと見られる。なお藤原家には外敵防衛の機能はなく、塔を囲む城壁や正門が存在しない。 藤原宮の調査の結果、宮城内に宮城外の街路の延長線上で同じ規格の街路の痕跡が見つかっている。通常、宮城内には一般の人が通行する街路があるはずがないので、藤原系の建設予定地ではまず全域に格子状の街路を建設し、その後に宮城の位置と範囲を決定して、その分の街路を廃止したと考えられる。 そのことは、薬師寺跡の発掘でも立証されている。藤原宮はほぼ1トル四方の広さであった。周囲をおよそ5ルほどの高さの塀で囲み、東西南北の塀には、それぞれ3箇所、全部で12箇所に門が設置されていた。南の中央の門が正面玄関にあたる須作門である。塀の構造は2 7ル間隔に立つ柱と、 それで支えた高さ5.5メートルの瓦屋根、太さ4、50センチメートルの柱の間を埋める厚さ25センチメートルの土壁が藤原宮の大垣である。平城宮の発掘調査で藤原宮から再利用したものが発見されている。藤原宮は南北約600メートル、東西約240メートルに及ぶ日本で最大の規模を持つ長度院以降である。 大極殿、基団は、東西約52メートル、南北約27メートルなどの建物は、祖石建築がなされ、中国風に、日本の宮殿建築では初めて瓦を吹いた建築が、なされていた。不創略期に、藤原慶と、大寛大が和同四年、七百十一年に、消失したという記事がある。これが事実だとすると、前都の翌年に焼けたことになる。しかし、 藤原系アートでの発掘で火災の痕跡は発見されていない。一方、大感大寺は、近藤屋等、回廊で焼け落ちた痕跡が見つかった。遺物から8世紀頃のものとみられる。木管約1200点が出土している。金石文や、後年になり、日本初期など殉職が疑われる資料とは異なり、木管は現場の律令の実践で使用された。 巡職の必要性のなかった資料とされる。このため、大法律令の内容の復元も期待されている。大法元年という年号や、中塚佐章、区内章などの官庁名も混じった文書、当時の公館の名前なども書かれており、書士にはない資料を読んでいる。軍評論層とは、大化の改新の御事のりの記述の中に、政治改革の方針の中に、地方を、国、軍、 佐藤を単位として組織する制度の施行が含まれており、大化年間に軍の制度ができたことになっている。この軍に対して疑問を呈する説が出されていた。この軍評論争に決着をつけたのが、藤原軍跡から発見された木簡である。九百六十七年に藤原軍跡から発見された木簡には、己井戸市10月上、国川表末佐藤とあり、己井戸氏は、 文武天皇三年、六九十九年、上国阿波表は、上佐国安防軍、後の安防国安防軍ことと考えられることから、七世紀末には、軍ではなく、表であったことを明らかにした。一方、七百一年、大法元年を境に、表は発見されなくなり、軍のみとなる。このことから、改新の御事のりによってではなく、大法律令の施行後に、 その規定に従って、票が、軍に変更されたということが立証された。災いの原因となる邪気や悪気を防いだり、駆逐するための呪文や符号を書いた木札を呪符木管と、言うが、7世紀に出現する。7世紀の例は、全国で8例あるが、そのうち6例は、藤原宮跡から出土している。藤原宮は、東西南北に、それぞれ3か所。 全部で12箇所に門が設置されていた。それぞれの門号は、古くから天皇に仕え、守ってきた士族の名前を取ったものと考えられる。まず、宮の正面にあたる、南辺中央の門である、須削門は、大友門の別称があった。他にも分かっている門には、北辺中央のイノシシ門、北辺東の多治比門と、多治比門、東辺北の山部門、西辺に、 埼起門と玉守門、東辺中央の竹部門、北辺西の海犬海門がある。ただ、まだ実際に発掘調査が行われたのは、須坂門など一部に過ぎず、早い調査が待たれる。奈良県柏原市港との町に、藤原宮の大極殿の土壇が残っており、周辺は、史跡公園になっている。藤原宮跡の六割ほどが、 国の特別史跡に指定されており、藤原宮及び藤原家への発掘調査が続けられている。1968年、昭和43年9月13日、歴史的風土特別保存地区に指定されている。公共施設である、柏原市西条と柏原市昆虫館等の建設のために道路が作られて、工具山、歴史的風土特別保存地区と分断されることになる。 2005年、平成17年、大和三山は国の名称に指定された。2007年、平成19年1月、日本政府は世界遺産登録の前提となる暫定リストにアスカ、藤原の旧都とその関連資産群を登録した。この都で話されたのが大らかな白宝文化であった。白宝文化は天皇や貴族中心の文化でもあった。 大寒大寺、大安寺、高市大寺や薬師寺などが造営されていた。白宝文化を代表するものとしては、幸福寺仏塔などがある。太宰府は、藤原京に先立って、日本列島で最初に、情報性を敷いた、都の城であり、日本古代史以外の、世界史に習えば、都の城の出現をもって国家が確立したとみなす、ため、九州王朝、和国を、 日本最初の王朝とする主張がなされた九州王朝説参照。しかし、太宰府の発掘調査によって明確な情報が確認されるのは10世紀以降であり、この説は否定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。